回は、カーサンというメーカーの携帯用の、エアポンプ、こちらの紹介をしていきたいと思います。今もう出してるんですけども、中に入ってるものがここにある、これが全部になるんですが、これが本体ですね。そしてこれがシガーライター用の電源ケーブルと、これが USB のケーブル、これは接続用のホースですね。あとここに小さいものが、これは自転車に空気を入れるアタッチメントというか、それになると思います。でこれが浮き輪に入れるアタッチメントですね。これがサッカーボールとか、あるいはボールに入れるアタッチメント、これは予備ヒューズになりますね。あとは説明書、説明書は、これ海外製なんですけども、一応中は日本語で書いてあるんで分かりやすいと思います。そうですね。あとこれが入ってたバッグになるんですけど、結構コンパクトな感じなんで持ち運びも便利じゃないかと思います。それではこれちょっと実際に使って、バイクのタイヤにちょっと空気を入れていきたいと思います。はい、それでは、空気を入れる前にこの本体の、設定をしていきたいと思います。見えるかな、はい、今電源入ってますけど、これ長押ししたら電源が切れて、最初は切れた状態なんで、一度長押しすると、はい、これで電源が入ります。これ電源入れた後にまずはボールとかバイクとか車、これをどれに使うかのまず設定しないといけないんですが、こう分かるかな、この M、 右下の M、 このボタンを押したら上の表示がこう切り替わります。ボール、自転車、バイク、自動車、大型ですかね、これ切り替わりますんで、まずこれをバイクの動画に設定します。これですね。でそれから、圧力の設定ですけども、次この S ですね。この S を押していくと、こっち側の単位が変わってるんですが、日本だとこの一番下のキログラムになるんで、これをキログラムに設定します。はい、でこのプラスマイナスを押すと2キロ、このバイクは 2.3 入れますんで、これを 2.3、 3に設定しました。でこう点滅してるんですが、時間が経ったらこれが0に戻りますんで、これでもう設定完了ですね。あとは電源ボタンを押して空気を入れていくだけです。実際にちょっとやってみたいと思います。はい、ホースをバルブにこう差し込んで、この上を下ろしてロックします。それで、あ、もうすでに出てますね。今1キロ。これ今多分これ1キロ。ちょっと今バイク空気抜いてるんで、1キロぐらいまだ今入ってるんだと思います。これで電源ボタンを押します。
これで今コンプレッサーが止まりました。2.3 で設定してるんですけど、まあ35までちょっと表示してますけど、まあ大体いいところで今止まったと思います。でまあこれでもう終了なんで、あとはもうホースを外してもらって、これで完了になります。はい、それではもう今みたいな感じで、まあ設定した数値で無事止まって空気を入れることができました。あとはですね、ライトがつくようになってるんですけども、まあ、多分暗くなって見にくい時とかにこれで照らしながらもできるんじゃないかと思うんですけど、まあ、ここの部分が光るようになってまして、ライトのボタンがあるんですけど、まあ、これを押すだけですね。これをまあ押したら、一回押したらこんな感じで常時点灯します。でもう一回押すと点滅、まあ、非常時とかに使うようになるんじゃないかと思うんですけど、遅い点滅と早い点滅でこうやって切り替えることができます。結構コンパクトなんで、まあ、いざっていう時に、まあ、携帯用として一つ持たれてたらすごく便利なんじゃないかなと思います。